どうもこんにちは。リアクト入門の続きを今日もやっていきます。今日も環境構築ですね、ちょっとやっていこうと思います。前回まででクリエイトリアクトアップでフロントというところにひら型ができたというところまでできました。今日は、Docker の設定ちょっと足りてないので Docker の設定しつつ、あと ESLint の設定をしていこうと思います。これES なのか S なのか分かんないですけど、まあ ESLintプリッターもまあ余裕があればやっていこうと思います。はい、でまずですねフォローなんですけど、クリエイトリアクトアップなんですが、よいしょ、これか、NPX クリエイトリアクトアップで、まあ、ヘルプって打つといろいろ出てくるんで、まあ、これで調べた方がいいですね。あのオプション指定はこれで調べるとちょっと見にくいんですが、use npm ありますせっていうのと、あとタイプスクリプトもここにあって、なんかハイフンハイフンテンプレートタイプスクリプトっていうので作ったんですけど、これでも大丈夫みたいなので、どっちか使ってやってくれというのがこれでわかるので、まあ、普通はこれで調べましょう。ちょっとめんどくさくてってはね、言うわけではないんですけど、あんまりヘルプ見るのがたるいのでなんか調べちゃうんですけど、その方が早いという感じです。では、Docker の設定する前に、そうだ、まず、GitHub にリポジトリを作ったので、こちらに、プッシュしたいと思います。ちょっと注意しなきゃいけないところが1箇所あって、これ、Create React App で作ると、これか、.git ができちゃうので、こいつを消します。はい。でここがルートになるので、ここで git init ですね。はい。で git ステータスすると、このファイルがありますせというのが出るんで、git add で git ステータスして、中身が問題なければ、まあ、このロゴとかね、本当はいらないんですけど、まあいいや。git push git commit-m で first commit。てか、シャープ1か。基本的にこういう形で、連番つけていく予定ではいるので、はいはい、で git ステータスで、あと git リモートアットするだけですね。アットしてプッシュ OK で git プッシュをすると、うん、はい、これでできたので一旦これで OK ということで置いておきます。で、あとは、ESLint の設定が、Docker ファイルの設定をしていきましょう。Docker ファイルの設定は、本当は Docker ファイルにいろいろ書かなきゃいけないっていうか、どうしようかな。実際問題はこの Docker ファイル単体で動かすということが基本ないので、あんまりやる意味はないんですけど、一応やるとしたらっていう意味でちょっと書いておきましょう。フロムで取ってきますと。で、まずコピーしますね。で、フロントを、すらフロントにコピーしましょう。で、コピーすると、すらフロントに、この中身が入るので、ワークディアだっけ？ワークディアですらフロントにしとくと、CD することないですね。ランで、ここで CD ですらフロントとかやる必要があるんですけど、これワークディア書かないとね。書いておけばそこなので npm インストールして、でもう一回npm インストールすると環境が整うので、この状態でexec だっけ、cmd かコマンドで npm スタートとしてあげるといいという感じですかね。パッケージ見ると npm スタートですね。はい、でこれが動くという感じで、これでいいんで、まあ、こんな感じですね。で、エクスポーズとか、まあ、いいか、後で。3000ポートなんで、エクスポーズで、3000ポートですよというのを書いておきます。なんか、この3000っていうのは、あんまりドキュメントとして書いておくものらしくて、実情なくてもいいらしいんですが、まあ、一応書いておきます。まあ、こんな感じで書きましょう。今回に限ってはなくてもいいです。別に書く必要ないんですけど、まあ、書いておきます。で、後で動かすので、ちょっと後にしましょう。で、あとこっちですね。
こっちはもうすでに NPM インストールされている前提でいっちゃいたいので NPM スタートにして、TTY とりあえず生かしておこうかな。そしたらあとこっちで何がいるんだっけな、ポーツか、ポーツで、3000ポートを開けます。はい、で Mac 側の3000ポートをコンテナ側の3000にバインドするという意味ですね。はい、これでローカルホスト3000でコンテナの3000に行くのでこれでいいはずなんですけど、よいしょ、そしたらこれ一旦止めてもう一回アップします。で React スクリプトが走るので、いいかな。はい、まあここまで来たら大丈夫かな。ローカルホストの3000行きます。はい、OK かな。これ出てるので多分大丈夫なんですけど、まあ、こんな形で React のアプリケーションが3000ポートで動くというのが見れるという状態ですね。はい、そうしたら、Docker Compose Exec Front Shell で、基本的にコンテナの中でこれ以降作業していきます。で、これがフロントなので NPM インストールでslint 入れます。あ、slint 入れるんじゃないや、 npx slint init ですね。これで slint の init ができるので、初期化ですね、初期化のファイル作ったりができるのでこれでやります。で、how you、slint どういう風に使うのかっていうので enforce code style までやりたいのでこれにします。で、モジュールのタイプは、import export なんで javascript modules で、リアクト使ってるのはリアクト、タイプスクリプトを使ってますんで yes で、ブラウザーで動くのでブラウザーで use popular、popular style guide でいいかな。はい、でどれ使うか出るので、今回はスタンダード、ここはまあ好みなのでどれでもいいんですけどスタンダードにします。で、フォーマットは、JS でいいかな、 JavaScript にしましょう。はい、で、npm、yes。というので、やると、npm のインストールが始まるので、しばし待ちます。はい、インストールが終わりました。インストールが終わるとですね、フロントの直下か、これ、slint.rc というのができているので、一応確認します。まあ大丈夫でしょうっていう。まあ見てもよくわかんないんで、これを手で書こうなんて思っちゃいけないですね。はい。そしたら、slint 使えるようになってるので、どうするんだっけな。npx slint、fix っていうオプションつけて、どこをやるか。ソースの、米すらの米.ts。で TSX ってやつもあるので X ってやつもあるので、この TSX しかないんだ、 TSX しかないんですけど TS コメにしとくか。はい、これで、ソース以下の、どこのディレクトリにあっても TS か TS なんちゃらっていうやつを、フィックスするように slint が動いてくれますね。おっと、expect is not defined が出ちゃってるので、test tsx か。test tsx で、これか。これと、これが undefined だって言ってるんですけど、こいつが test フレームワーク使ってるので、これか。test。test 使ってるので、slint test かな、これかな、なんかこの辺を入れてあげればいいんですけど、確か設定プラグインズにジェスト入れればいいのかな。はい、まずこいつをやって、なんだこれ、デブに入れるんで、デブにして、はい、で、インストールしてる間に設定変えちゃいましょう。プラグインに、ジェストっていうのを入れてあげればいいので、
プラグイン、これか。プラグインにジェスト。これか。これでいいらしいので、よいしょ、こうしようか。はい。これでもう一回。あ、うん、間違えた。これですね。はい。大丈夫かな。あれ？ダメじゃんね。これか。これを見ろと。あ、リアクトバージョン。not specified っても出てるけど、ちょっと待って、こっち先やりてえな。これダメじゃんね。これか。演武にもう一個追加するのかな。こうかな。ジェストグローバルズっていうのを追加して、はい。あ、OK ですね。で、あとこのワーニングが出てるので、ワーニングをちょっと見ましょうか。これが、これで、コンフィグレーションが、なんだって、バージョン？あ、これか。バージョンディテクトっていうのを書けばいいのかな。なんかいろいろあるんですけど、とりあえずバージョンだけ書けばいいんだろうか。よいしょ。で、セッティングスの、リアクトのバージョン？バージョンでディテクト。あとととこうですね、ディテクトとしておいてあげて、もう一回、ESLint、あ、とESLint かけます。OK ですね。はい。これで、自動でフィックスされてますね。この辺が色変わってるので、若干変わってるはずなんですけど、変わってるかどうかが出てないな。若干変わってるはずですね。何かしらフォーマットがかかって、ちゃんと出てる、なってるはずなので、ちょっとこちらは置いといて、これで ESLint の設定は終わりですね。あと、プリッターっていうのを別で入れるんですけど、それは次回にしたいと思います。なんか、ちょっと調べてたんですね、この ESLint の入れ方みたいなのを。でも、なんか調べるとですね、React ESLint、いっぱい出てくるんですけど、タイプスクリプト、なんか自分でゴリゴリ書きましょう的なのが多くて、ウェブパック関係ねえや。ああ、これかな。なんか ESLint.json をこう一から書こうっていうのが多いんですけど、多分イニットした方が確実なので、そちらを使った方がいいと思います。この辺は覚えるんじゃなくて、やり方をその都度調べてやるのがいい。覚える意味はないので、はっきり言ってすごいよく変わるし、覚えてもあまり実りはないので、最初に設定したら終わりだしね。だからその都度調べて動けば OK っていう感じでいつもやってます。はい。だから間違ってる可能性もあるんですけど、まあそれはいいやって感じで、もう割り切ってます。はい。ということで、次回はプリッターの設定してマテリアル UI 入れて、でフックスでちょっと書いてみるっていうくらいまでやれればいいかなと思ってます。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。